おはようございます。あ、そう、あの昨日のねツイッター見てくださいって言ってたんですけど、めちゃくちゃ夜に、夜っていうか、まあ、夕方にあげちゃってすみません。ほんまにな、上がらんねんな。で、なんかあの朝のツイートをあげようと思ったらあれなんですよ。その前日の夜にもう言っておかないといけないんですけど、それをあげるのを忘れてて、またあの送ってたんですけど、だからね、夕方におはようが来たりすると思うんですけど、すいません。あ、待って、イクロポがいつも違うねんと。ほんまや、めっちゃ一緒やと思ってた。なんか矢印が先に来てますね。なんでやろ、なんでだ。はい、オッケー。松坂さんの氷の動物園に来たんですね、よかったねって。めっちゃ楽しかったで、ほんまに。あのね、出したくてしょうがなかったです。早く、めっちゃ楽しかったです。あのね、タンタンはちょっと今体調不良で見れなかったんですけど、楽しかったですね。また少しずつ写真あげるので待っててください。はい、お願いします。テレビ違かったですね。なあ、びっくりや。昨日出して見てよ、パンダいつの間にだなんて。いつの間にって思いますよね。はい、もう、いつの間にって感じですけど、とにかく楽しかったです。ゆきの道が見てからラミちゃんのこと好きになりましたって、ありがとう。やーちゃんさん、ありがとうございます。3月3日に次公演があるので、よかったら会いに来てくださいね。ひな祭りです。はい。お疲れた。ルームスの赤いも上がってたやって、ありがとうございます。見てくださいね。ラミたん、おはおはって、おはおは。サリネシにあげるのに許可が必要だったなんて。いや、許可は必要ないけど、なんかちょっとその時が来るまでを待ってたんですよ。時間、ちょっと時間が来るまで。はい、セクラビの写真とかに撮れましたよ。まだね、全部はさすがに一気にあげれてないんですけど、あげていきます。おはみたん、おはみたん、おはようございます。あ、ちょっと待って、ゆうと呼びますね。一回、ぼうしさん、ひだくこうじさん、こそもライトさん、えかよちゃん、ひじまるさん、デイビッドさん、おうのふぎとさん、きっぺいさん、まんじゅうろうさん、こじいさん、まふみさん、たかひでさん、まきまきちゃん、まぼさん、継続は力なりさん、 DJ さん、ごうしさん、りょうじさん、まきまきちゃん、たかさん、まさやかさん、 SIC さん、ナチュラルさん、ピロピロさん、オレンジさん、キャシャーンさん、鉄メガネさん、ハスキーさん、トラッピーさん、まさやかさん、ナチュラルさん、ベリマヨさん、ゴルさん、なんて読むこれ、ウィユユフィユフィユフーさん、タクさん、ありがとう。ユウト、皆さんありがとうございます。3月3日のレオちゃん生誕祭投げてるよって、ありがとう。そうですね、レオちゃんの生誕祭やな。ひな祭りお昼公演に行くんで、ありがとうございます。さあ、楽しみですね。おはようございます。おはよう。あのね、ちょっと亜美はもうすぐテストということで、頑張りたいと思います。テスト勉強をね、頑張ります。はい、花火は同日生産らしいねって。そうなんや。そっか、確かにそうですね。
ナミは当日生誕ではなかったです。3日の夜公演チケット屋でチケットを確保したら昼公演は当選に申し込みますよ。あ、抽選に申し込みますか。当選に申し込んだらもう確定って感じなので、ありがとう、ありがとうございます。今日はちゃんと起きれた、起きれましたよ。ちゃんと起きれたというかね、起こしてもらったんですけど、まあそれでも起きれたから。だってさ、最後まで起こすわけじゃないやん。起きてね、起きてって言われて、それで起きるかどうかは亜美次第やん。でもちゃんと起きたんですよね。おはようございます。3月は生誕祭多いね。確かにな、多いですね。でもな、眠たい。おはようございます。あのかな、今回はアミはちょっとほんまに数学が一番難しいと思ってるので、数学はちゃんと勉強したいと思います。で、だからちょっと先に、なんて言うんですか、あの他の教科を終わらせちゃおうと思って、今頑張って暗記しているところなんですけどね。暗記できひん。でも頑張ります。こより6日で公演前半と公演100回目。すごいね。え、すごい、やばいな、すごいわ。暖かく頑張ってください。ほんまこよた、はい、もう頑張ります。暖かくならないと朝は辛いねって、わかります。なんか寒い時はやっぱ起きたくないから、雨も冬眠しなあかんからな。だからちょっとな、だけどまあ夏になったら起きるの確かに早くなりますね。おはよう、おはよう。なみたんやって、やっほーやっほー、おはよう、おはようございます。あったかくなってほしいな。え、なんかほんまにさ、え、なんか全然あったかくならないですよね。びっくりするぐらい。なんでなんですかね、あれは。なんか一回あったかくなったのにさ、また寒なってさ、そこから全然なんて戻らない、あったかくね、戻らないじゃないですかね。びっくりですよね。会社行ってきますよって、頑張ってね、頑張れ。なんかな、ここだけ寝癖取れないんですよね、いつも。自分でじゃ、自分じゃ、だからここだけ、ここわかりますか。難しいですね。おはようございます。あのね、動物園行った時めちゃくちゃね、あのフラミンゴいっぱいいたよ。フラミンゴはもともといっぱいいる動物園だと思うんですけど、なんか久しぶりに見ましたね、フラミンゴ。パンダに会いたかったけど会えなかったです。それがね、悔しかったですね。なんかなんでこうやってやったらめっちゃ白くなる。おはようございます。今日の予想気温は14度で昨日より2度高くなるらしいよって。じゃあまあだんだん上がってきてるんかもしれないですね、体温。フラミンゴって足元寒いから足上げてるらしいねって、なんかでも聞いたことある気がする。すごいよな。おはようございます。やばい、目がさ痛い。目ね、目ね、ドライアイなんですよ、ちょっとだけ。だからめっちゃ目が乾燥して痛くなります。
三寒四温っていうの、なんかそういうのでもな、よく分からへん。王子動物園入ってすぐ左手にフラミンゴがたくさんいますね。なだってもうなんか入る前からすごいな、鳴き声が聞こえてた。ほんまにすごい、めっちゃねいっぱい動物いましたよ。コアラ見たんですけどね。コアラってさ、一日にさなんか十何時間寝てるやん。21時間やっけ、いやそんなんじゃないか、十何時間寝てるんですけど、やんのに起きてるところ見れちゃいました。ラッキーすぎるくない？なんかでも起きて何してるってわけでもないんですけど、起きて手を動かしてるっていうところを見れちゃいました。すごいよな。1週間のうちさ、3日だけで4日寒いやって。なるほどね。3日も暖かかったっけ。おはようございます。3人で行った王子動物園なんかで、そう動物園に行ってきました。逆だったって。なるほどね。1週間のうちに4日暖かくて3日寒いか。コーリンが3人のブリクラップしてるって、アイもツイッターにあげました。まあ他にもあるあげ、ブリクラあるからまたあげます。おはよう。動物園以外どこが行けたって、モバメに送ったから見てください。見てね。おまみは昨日ねあげたやつ見てください。のみだんクラブです。はい、お願いします。またゆうみさんとお出かけしたいですね。楽しかった。いつだっけね、めっちゃ夏ぐらいにゆうみさんとお出かけしたことがあってね、サーニャとアミとユキノンとユーミさんの4人で行ってきたんですけど、また行きたいな。楽しかったです。はい。ほんま楽しかったですよ。おはよう。朝配信ありがとう。そろそろ行ってきますやって。行ってらっしゃい。頑張ってね。頑張ってください。あいも頑張ります。おはようございます。楽しみにしてるなんてありがとう。ありがとうございます。あ、昨日の夜のモバメが届いてるはずかな。あ、届いてたらそこに写真を載っけてます。はい、モバメは登録前のメールは届かないのですよって。なるほど、メールが難しいですね。むずいな。おはよう。おはようございます。シンシンさんと行った時も松坂さんパンダ見れんかってんて。なるほどね。タンタン、そっか。なんかでも体調不良って書いてたからしばらくあれなのかもしれないですね。207日おめでとう。ありがとう。ゆみさんと手つないでるとガープ嫌だねって。そうなんです。ゆみさんがお誕生日の日にあげました。いやーほんまにね、最近会えてないから会いたいですね、ほんまに。会いたいですね。おはようございます。それではちょっと今日の1位のまふみさん、何書きますか。今日も1日元気に頑張ってねって。ありがとう。
今日も頑張りますね。学校もうすぐクラス替えなんですけどね、もうねクラス替えしたくないってみんな言ってますよ。何もしたくない。ゆみも腰が心配やねってね、腰が痛いって言ってましたよね。アバターでやって、オッケー、オッケー。パンダを見るならアドベンチャーワールド、クマの動物園になりますねって、どっちも遠いよな。でも結構アドベンチャーワールドは和歌山やけど、和歌山まで行くのが結構遠いですよね。じゃあ、まふみさん書きたいと思います。わあ、動物園ってだからズーってことですかね。かわいいけど、すごいでっかいですね。どうやって書こう。じゃあ書いていきたいと思います。ライオンとキリンと豚と象さん、あとトラ、トラ、ヒョウかな、分からんけど、ヒョウと何これ、猫かな、猫ってことにしときますね。でズーって書いて、パンダ、待ってくださいね。なんかパンダの頭からなんか生えてますね。四つ葉のクローバーかな。はい、書けました、書けた。ちょっとむずかったからね、ちょっとごちゃごちゃになっちゃったけど、じゃん。まずは紹介していきますね。まず見ないで。まずこれがゾウです。これがゾウで、これがライオンで、これがキリンで、これが豚で、これがヒョウで、これが猫で、パンダです。で、四つ葉のクローバーです。はい、お願いします。はい、じゃあ、はい、チーズしておきます。はい、チーズ、カチャ、ありがとう。かわいいですよね、ライオンの形が星形って。確かに、でもほら周りにふさふさがついてるから、まあそれっぽく見えるやろ。いや、結構うまい。これが一番好きやけどな、ゾウ。可愛くないですか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと男女読みたいと思います。せーの、13位 FFF さん、ありがとうございます。12位まさやかさん、ありがとうございます。11位まゆさん、ありがとうございます。10位ピロピロさん、ありがとうございます。9位ゴーシさん、ありがとうございます。8位、8位ひろゆきさん、ありがとうございます。7位てっちゃん、ありがとうございます。6位べりまゆさん、ありがとうございます。5位てつめがねさん、ありがとうございます。4位こすむらひたさん、ありがとうございます。3位日高浩二さん、ありがとうございます。2位まきまきちゃん、ありがとうございます。そして1位は
じゃ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 ん。まふみさんでした。ありがとうございました。皆さん、今日も朝からありがとうございました。それではね、そろそろ終わりたいと思います。じゃあ今日もね、お仕事とか学校とか頑張ってください。あみも学校を頑張りたいと思います。ありがとうございました。じゃあまた明日もショールームで会いましょうね。ってことで、バイバイ。せーの、まふみさん、ありがとうございました。じゃあまた明日会おうね。ありがとうございました。またね。バイバイ。頑張ってね、お仕事とか学校。はい、もう行っていきたいと思います。バイバイ。ありがとうございました。